皆さんおはようございます。皆さんイエス様と出会いに来られたでしょうか。イエス様を求めてこの場所に来られたでしょうか。皆さん、私たちこれから本当に賛美を捧げていきたいと思います。賛美をするとこに主はいてくださるんです。本当に私たちはこのイエス様だけに目を向けて賛美をしていこうじゃないですか。私たちの心からのものを主に捧げていこうじゃないですか。今本当に賛美を捧げつつイエス様に目を向けていきたいと思います。365日の中であなたを恋し慕う日々の生活の中であなたに思いを寄せる昼に夜に絶えずあなたを褒め続ける私の主はまどろまない眠らない宝一人一人
期待してますか？イエス様に心を開いてますでしょうか？本当に私たちは主に対して心を開いてますますイエス様に近づいていこうじゃないですか。今隣の方とですね、心を開いてイエス様に近づいていきましょう、そのような挨拶を、交わしていきましょうか。できるだけたくさんの人と本当に励まし合っていきたいと思います。本当に心を開いてイエス様に近づいていきましょう。そのような挨拶を交わしていきましょうか。
闇を消し去る。
私のすべてを捧げます、ただあなたのために従っていきます、見させてください、神の力を雪より白く私の心を清めてください、主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください、雪より白く、雪より白く私の心私の人生をあなただけのために生きる、砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる。皆さんで一緒に祈っていきましょうか。皆さん今日本当に変わりたいと願っておられるでしょうか。皆さん本当にイエス様に従っていきたいと願っておられるでしょうか。そのためにも私たちの心は変わっていく必要があります。私たちが本当に砕かれた思いを持って、へりくだった思いを持って主の前に出ていく必要があるんです。今本当に私たちの心を今日変えてくださいと求めていきませんか。イエス様、あなたに従っていけるように、あなたの栄光を表していくことができるように、私を変えてください。私に助けを与えてください。私に救いの喜びを与えてください。そのように皆さん願っていこうじゃないですか。皆さん変わっていきたいでしょうか。変わっていきたいですよね。私もそうです。変わりたいです。もっと変えられていきたいです。もっとイエス様の栄光を表していきたいんです。今本当に私たちの心を主の御前に開いていこうじゃないですか。そして本当にこの一日を通して、私たち自身が本当に根底の部分から、根本の部分から変革していくことができるように、一緒に祈っていきましょう。本当に私たち一人一人、ここにいる一人一人が漏れなくそのように変えられていくことができるように、今一緒にですね、主に本当に求めて祈りを捧げていきたいと思います。お祈りしていきましょう。神様、私たちはあなたの御前に立っています。あなたの御顔がこの場所に注がれ、私たちの心、皆さんこんにちは。今日こうして皆さんと一緒に J パッションに参加できること、また一緒に礼拝をして神様の言葉を聞けるということを神様自身に本当に感謝をしています。僕はですね、王のキリスト教会、この教会ですが、ここで牧師をしている中村博明と言います。よろしくお願いします。中村博明って覚えにくいでしょう。僕一発で名前を覚えてもらったことがなくて、だから4文字4文字って覚えにくいんですって。だから2回目に会った人にはよく、あ、中さんお久しぶりですとか言われるんですけど、もし皆さんも覚えられなかったら、あ、木村拓哉と覚えてください。大体同じですから。で、今日一緒に御言葉を聞いていきたいと思いますけれど、知らない人の話を20分も30分も聞いていたら眠くなってしまうんではないかと僕は心配をしていますので、皆さんと神様の邪魔をしない程度に、少しだけ自己紹介もしながら、またお互いのコミュニケーションをしながら御言葉を聞きたいなと思っていますけれども、あなたのお名前は何て言うんですか。
天野海斗さん、ああ、海斗さん、いい名前ですね。じゃあ、あなたの名前なんていうんですか、白いニットの。佐野優香さん、ああ、いい名前ですね。この辺で、これ以上だと覚えられなくなりそうなのでやめておきますが、僕の名前なんでしたか。半分正解です。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。僕はですね、ここの教会の牧師をしていると言いましたけれども、3年半ぐらいですね、まだ。で、パンフレットにも書いてありますけど、可愛い奥さんと可愛い娘の3人家族でした。が、1ヶ月前に可愛い娘がもう1人生まれて、セカンドチルドレンが生まれたので、可愛い娘が2人と可愛い奥さんが1人の4人家族になりました。昨日ですね、準備している人たちといろいろ話したんですけど、人生の幸せの秘訣はですね、速やかに結婚をして迅速に娘を産むということです。よく覚えておいてください。本当幸せですよ。僕の趣味は美味しいものを食べることです。最近ハマっているのは焼き鳥でレバーなんですけど、学生何人か連れて食べに行ったら全員お腹壊したという悲しい事件が最近ありました。で、好きな食べ物は肉で、好きな場所は家と教会と焼肉屋で、好きな芸能人はキムタクですね。似てる？似てない。失笑。皆さん、僕のメンタルはですね、シャーペンの芯でできているので気をつけてください。僕の今日のお仕事は皆さんと一緒に聖書の話を聞くことですけど、皆さんの今日のお仕事は僕のメンタルを最後まで守るというものでとても重要なのでよろしくお願いします。今日は皆さんと一緒に神様の召しに応えて生きる決断を一緒にしたいと思っています。話を聞いて賛美して終わりじゃなくて、決断をして帰る。神様は僕たち一人一人にそれぞれに声をかけることがあります。神様が作ったあなただけの計画に従って歩むように招くんですね。これを教会では召しと言います。皆さんの召しは何でしょうか。皆さんが今決断しなければならないことは何でしょうか。皆さんが一歩踏み出さなければならないことは何でしょうか。皆さんが従わなければならない道は何ですか。人生の中で、進路の中で、学校の中で、友達の中で、家族の中で、もし今神様に問われていることがあるんだったら、それを今日一緒に考えていきたいと思います。今年の J パッションのテーマは自分ごとです。自分ごとって意味わかりますか。ね、なんとなくはわかりそうですけど、自分ごとってこう辞書には載ってないんですね。でも反対の言葉は載っています。それは人ごとです。出るか。人ごとというのは自分には関係のないこと、他人に関すること、よそごとと辞書には書いてありました。皆さんは神様のために働く、あるいは神様の声に従って生きる。神様が皆さんのために立てている計画を人ごとのように感じてしまう、あるいは反応してしまうということはないでしょうか。神様の言葉、神様の召しを自分のこととして考えることはできますか。神様のことは信じている、神様のことは好き、でも神様のために生きるとか神様の召しに従うっていうのはちょっとよくわからない、ちょっと面倒、ちょっと大変そう。今神様信じてるから、教会にも毎週、あるいはほどほど通ってるから、これぐらいでいいんじゃないかなと思って生きています、自分なりに頑張っていますという人はいないでしょうか。今日は神様の召しに応える、神様があなたのために立てている計画に踏み出す、神様があなたに願っていることを他人事ではなく自分のこととして受け止めて帰るということを一緒にしていきたいと思っています。考えるだけではなく一歩踏み出して召しに応えて生きる人生を始めてほしいんですね。召しって何かわからない、考えたこともないという人が、あなたに神様がどんな計画を持っているのかを考え始める日に、神様にあることを語られている気がするけど踏み出せないという人が踏み出し始める日に、神様の召しに応えて生きているという人がさらに力強く歩み始める一日に一緒にしていきたいと思っています。そのために今日は聖書から神様の計画を
最も自分事として受け止めた男のことを一緒に学びましょう。その男の人の名前はモーセと言います。今から出エジプト記を読みますけれども、ちょっと文字が小さいかもしれません、見えないかもしれませんの で少し飛び飛びになりますから、ちょっと追い切れないという人は心だけ合わせて一緒に聞いていてください。出エジプト記の1章8節から読みます。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。それでエジプトではイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。ヘブル人の女に分娩させるときは、産み台の上を見て、もし男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、ファロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みに籠があるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で、泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がファロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。ファロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。ファロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。はい、神様の計画を最も自分のこととして受け止めた男とモーセのことを紹介しましたけれども、実は彼は生まれつきそういうタイプだったわけではありません。何も自己中心的とか神様のことを全く考えなかった男とは言いませんけれども、本来の性質としてはむしろ逆で、自分の考えをしっかりと持っているタイプ、それを通そうとするタイプ、正義感や使命感に基づいて自分のプランを成し遂げていこうとするタイプでした。強烈な意志があって、抜群の行動力があって、それを実現させる能力と環境があったモーセは、神様の声に最初は従ってではなく、自分の心の声に従って行き行動していたんですね。
そんな彼がなぜ自分の声ではなく神様の声に応えて生きるようになったのか、神様のことを自分ごとにするようになっていったのか、正反対に変わったのか、それは彼が特殊な環境に育ち大きな挫折をしたということが経験でした。特殊な環境というのはですね、モーセがイスラエル人でありながらエジプトの王族として育ったということです。モーセはエジプトという豊かな国に生まれました。で、当時イスラエル人はですね、エジプトという国に住んでいたんですね。自分たちの国ではなくてエジプトという国に住んでいました。それはモーセが生まれる前、400年ぐらい前に自分たちの住んでいたところに食べ物がなくなった時、イスラエル人の元になった一族がエジプトに食べ物を求めて移り住んできたからです。で、彼らはエジプトの当時の王様と仲が良かった、恩もあった。なのでエジプトの王様はこの人たちにエジプトで最も良い土地の一つであるゴシェンという町を与えました。で、そのまま400年エジプトに客として住み着き、イスラエルとエジプトは比較的良い関係を保っていたわけですね。しかし400年が経ったある日、新しくエジプトの王様になった人がそれまでの関係を壊してしまうような法律を作りました。イスラエル人はみんな重い重い労働をしなければならない。イスラエル人に男の子が生まれたらみんな殺さなければならない。なんでエジプトの王様はそんな法律を作ったんでしょう。それは当時エジプトがいくつかの戦争の可能性を抱えていたからでした。もしかしたらエジプトは戦争になるかもしれない、外国人がエジプトに攻めてくるかもしれない、そんな時にエジプトに滞在しているあのイスラエル人が裏切ったら、外国人と手を組んでエジプトに歯向かったら大きな脅威になると考えた新しい王様は、問題が起こる前にイスラエル人を何とかしてしまおう、完全にコントロールできる範囲にとどめてしまおうと思ったわけです。そこで作られた新しい法律が重い労働と男の子を殺すというものでした。つい昨日まで友人だったのに一気に奴隷、しかも生きる死ぬも左右されてしまう奴隷にされてしまったというのはひどい話ですが、ね、皆さんも友達にそんなことされたら辛いでしょう。昨日まで友達だったのに次の日になってみたら今日からあなたは私の荷物持ちですと、であなたが学校に来れるかどうかは私の気分次第ですと言われたら、もうね、それはとんでもない横暴ですね。でもいじめっ子っていうのは過去にいじめられっ子だったっていうことがよくあるそうですが、エジプトの王様もですね、実はそうだったんです。いじめられた経験があった、だからいじめられないように先にいじめる側、支配する側に回ったわけです。エジプトはイスラエル人が滞在していた400年の間にヒクソス人という外国人に国を支配されたことがありました。ヒクソス人はだんだんとエジプトにやってきて徐々に力をつけ、ある日クーデターを起こしてエジプトの王朝を乗っ取るわけですね。でエジプト人は苦労して時間をかけてなんとかこのヒクソス人を追い出します。しかし新しい王様は考えました。苦労して追い出したあのヒクソス人がまた攻めてくるかもしれない、また私たちの国を外国人が支配してしまうかもしれない、そうなったらイスラエル人はエジプトを裏切って敵になってしまうかもしれないと考えたんですね。なぜならヒクソス人とイスラエル人というのは遠い先祖のところでつながっている同じ民族の枝分かれだと考えられているからです。そんな恐れからエジプトの王様はイスラエル人を先に無力化してしまおうと考えました。過酷な労働をさせて反乱する気力と体力を奪い、生まれた男の子を殺すことで戦力と人口を減らすというのが目的だったわけです。エジプトという豊かな国で不自由なく暮らしていたイスラエル人は昨日までとは打って変わって一気に恐怖と労働に支配される人生になりました。そんな緊張関係のある時代に生まれたのがモーセという男だったわけですね。男の子であるモーセは本来生まれたらすぐ殺されなくてはいけません。でもモーセの両親はそれができなかった、可愛かった、
だから隠して育てることにします。でも赤ちゃんの泣き声は大きい、すぐに限界が来る、隠しておけなくなる。なので殺されてしまうよりは箱に入れてナイル川に浮かべて、もしかしたら何か奇跡が起こるかもしれないということにかけたわけです。そこに偶然エジプトの王女が現れて、それを見て広い自分の息子として育てる。隠れて様子を見ていたその赤ちゃんのお姉さんが出て行って王女と交渉して、モーセは自分の家で成長をすることができました。そして王宮に王族として加えられていったわけです。モーセは王宮で王族教育を受けてさらに成長しました。新約聖書でステパノという人がモーセのことについてこういうふうに言っています。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。言葉と技に力があるっていうのはどういうことでしょう。口喧嘩が強い、喧嘩が強い、言葉に力があるというのは政治家として優れていたという表現です。また技に力があるというのは軍人として優れていたという表現です。今から2000年前の歴史家がモーセのことについてこういう記録を残しています。モーセがまだ青年であった頃、エチオピア人がエジプトを侵略し、エジプトの首都を脅かした。崩壊した軍隊の立て直しと指揮を任せられたモーセはすぐに占領された町々を取り戻し、エチオピアの首都にまで攻め入って、これを占領し、おびただしい戦利品をエジプトに引き上げてきたという記録があります。モーセは当時世界で最も豊かで力が強くて華やかで進歩していた国の一つであるエジプトにおいて、あらゆる学問をマスターし、政治家として軍人として王族として、つまり支配者として十分な実績と実力と将来を身につけていきます。しかしモーセはこの世界で一番高いところまで登れるであろう階段をその途中で自ら降りました。それは彼がイスラエル人で一つの願い、イスラエル人を救いたいと願ったからです。自分はエジプトの王族として王宮で暮らし、世界で最も良いものを食べ、世界で最も良い暮らしをしている。しかし私の仲間は、私と同じ血が流れるあのイスラエル人たちは過酷な労働を強制され、生きる死ぬも支配され、毎日の生活に苦しんでいるという事実に心を痛めるわけですね。どうにかしたい、何かしたい、そんなことを考えるようになりました。それである日、エジプト人がイスラエル人を殴りつけているのをモーセは見つけます。モーセの目にはエジプトとイスラエルの関係そのものに見えました。何とかするべきだ、そう思いました。救いたいと思いました。そこで周りに人がいないこと、誰も見ていないということを確認し、このエジプト人を殴り殺して砂に埋めます。バレてないと思った、上手にやれた、暴力を振るわれた仲間を助けることができた、イスラエル人を、イスラエルを救ったと思いました。次の日、今度はイスラエル人同士が喧嘩しているのを見つけます。すぐに割って入って、悪い方に、どうしてあなたはあなたの兄弟を殴るのかと言います。するとその人は、誰があなたを私たちのリーダーにしたのか、誰がお前に頼んだ、お前は何様のつもりだというわけです。昨日はイスラエルをエジプトから助けることができた、暴力を助けることができた、今日はイスラエル人同士の仲間割れも救うことができる、そう考えていたモーセをイスラエル人は反発して攻め拒否します。モーセは良いことをしたと思っていました。仲間を救えると思っていました。正しい方へ導けると思っていました。しかし実際には必要とされていませんでした。認められてもいませんでした。大きなショックを受けるわけですね。なんでモーセがその前の日にエジプト人を殺したときに誰もいないのを確認したんでしょう。その死体を砂に隠したんでしょう。それはバレるとまずいからですよね。モーセが王族に加えられたといっても外国人、イスラエル人です。エジプト人を殺したというのがエジプトの人にバレるとまずいわけです。なのでバレないようにやった、つまり自分の地位や
あるいは死刑になるかもしれないという命を懸けてイスラエルのために動いた、働いた、救った。しかし結果は誰もお前なんかに頼んでいないという否定、拒絶の言葉でした。そして結局は殺人も王にバレ、死刑囚として指名手配をされることになります。モーセは国外に逃亡することになりました。モーセには能力がありました、情熱がありました、夢も正義もあった。エジプト人に虐げられるイスラエル人を、仲間を救いたい、人の痛みを自分の痛みのように感じ、自分のことのように考え、自分事として行動をしました。でも結局は何一つ成し遂げることができず、失っただけだったんですね。王族としての地位も、昨日までの生活も、約束された将来も、家族も友達も、夢も希望も自信も、何もかもなくしてミディアンという外国に逃げて、そこで偶然出会った女性と結婚し、仕事を始め、家族ができ、静かな生活の中で老人になっていきました。これがモーセの半生、生い立ちです。彼は奴隷であるイスラエル人でありながら、エジプトの王族に最初は加えられ、あらゆるものをその手に持っていました。しかし夢に破れ、仲間から否定され、全てを失い、外国で逃亡者としてひっそり生きていました。神様はそんなモーセを選び、声をかけ、私の救いに関わりなさいと召しを与えます。モーセがミディアンに逃げて40年後、ある日羊の世話をしながらホレブという山に登ってきたモーセは、芝が燃えているのを見つけました。芝って皆さん分かりますか？木の雑草のようなものらしいですけど、こういう写真ですね。おじいさんは山へ芝刈りにっていうでしょ、こういうのに乗っけて。なんで芝刈り行くんですか？あれは持って帰って薪にするためですね。もっと言えば燃えやすいので、種火を起こしてそこにもっと太い木を入れていくものです。だから芝は本来燃えやすいものでした。でも今モーセの目の前にある芝は燃えているのに燃え尽きない。どうなっているんだろう。よく見ようと近づいたモーセに、神様はその芝の中から声をかけます。また少し聖書に戻ります。ここにも出ますけれども、心を合わせていてください。モーセはミディアンの祭司で彼の宗徒イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に寄っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼け尽きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に言われた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。
杖です。すると仰せられた、それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた、手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。モーセは主に申し上げた、ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。主は彼に仰せられた、誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた、ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた、あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあってあなた方のなすべきことを教えよう。それでモーセは舅のイテロのもとに帰り、彼に言った、どうか私をエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに、安心して生きなさいと答えた。モーセは一度はイスラエルを救おうとします。でも否定され失敗しました。その結果すべてを失ったモーセに、なんと神様はもう一度エジプトに帰ってイスラエル人を救いなさいというわけです。モーセは断ります。できない理由を説明します。自分はそんなことをして良い人間ではありません。あなたのことをよく知りません。周りがみんながこの間のように以前のように僕の話を聞いてくれるとは思えません。私に十分な能力があるとは思えません。自分が適任ではない理由、神様の計画が適切ではない理由をモーセは思いつく限り説明をして断りました。もっと能力があったらよかったんだけど、もっとあなたのことを知っていたらできたかもしれないけど、人を納得させる何かを持っていたら違ったかもしれない。何度も何度も説明をします。その一つ一つはきっとモーセにとっては本音だったんでしょう。でももっと根本的な理由は別にあったんじゃないでしょうか。こんな説明は、言い訳は言い訳で、本当はただあの国に、あの人たちに、過去にもう関わりたくなかったんじゃないでしょうか。逃げてきたエジプトにもう帰りたくないから、自分を否定したあの人たちにもう会いたくないから、人のために立ち上がることにもう絶望していたから、理由をつけて神様の召しを拒んだんじゃないでしょうか。あんなに頑張ったのにできなかった、一生懸命やったのに失っただけだった、愛していたのに、正しいことだと思ったのに、お前なんていらない、お前なんて必要としていないと言われた。これ以上ないほど傷ついた。外国にまで逃げて逃げて隠れて生きるようになって、最初のうちはモーセは怒っていたかもしれません、恨んでいたかもしれません。命を懸けて救おうとしたのに拒絶されたことに怒りを感じていたかもしれません。でも40年の静かな暮らしの中でようやく忘れてきた。ミディアンで暮らし、家族ができ羊を飼う静かな生活の中でようやくあのことを思い出さないようになってきた。傷が癒えてきた。昔のようにふとした時に思い出して怒りに燃えることも、夜中に眠れずに涙を流すことも、昔に戻れたらと考えることもようやくなくなったかもしれない。もう思い出したくない、もう関わりたくない、もう放っておいてほしい、そんな自分にエジプトに戻れと神様は言うわけです。あなたの最も深い傷にもう一度向き合えと
というわけです。もし戻ったらみんなに何と言われるかわからない、あの時のことをまた言われるかもしれない、今更やってきて何の用か、誰もお前なんて呼んでいない、お前なんて必要ない、そう言われてまた傷つくかもしれない、笑われ、バカにされ、また否定されるかもしれない、そんなことはしたくない、昔のことは、あの傷は思い出さなければ忘れていられるから、見ないようにしていけば耐えていけるから、せっかくかさぶたになった傷を開かないでください、惨めな重荷を背負わせないでください、ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。でも神様はモーセの一つ一つの質問に丁寧に答え、奇跡を行う力を与え、諦めずにモーセに語り続けました。怒りを燃やしてまでモーセに過去に向き合わせました。最後はモーセの方がまるで諦めるように神様に従い、エジプトに向かって旅立ちます。神様の召しを自分ごととして引き受け、神様の呼びかけに従いました。僕たちは時に神様に立ち上がるように求められます。神様の声に従うように求められます。神様の計画のために名指しで呼び出されること、指名されることがあります。でもモーセだけではない、僕たちみんなもなかなかその召しにスムーズにすぐに納得して答えられないということがよくあるんじゃないでしょうか。理由はたくさんあります。自分はそんなことができる人間ではないから、自分は神様のことをよく知らないから、自分が動いたって何かしたって周りが納得してくれるとは思えないから、自分には能力が足りないから。でもそんな説明は言い訳で、本当はただこれ以上傷つきたくない、これ以上重荷を負っていきたくない、あの痛みに、あの過去にもう向き合いたくない、だからここまでがいい、これより一歩先には進みたくない。神様を信じるとか、神様に従って生きるとか、神様のために働くというのは楽しいです。でも大変なことというのもたくさんあります。聖書にも両方書いてあるわけです。神様と共に生きること、従って生きることはこれ以上ない喜びである、一方で険しい道である、死の影の谷を歩むような時もある、どっちもあると神様は最初から言っています。疲れることもたくさんあります。なんででしょう。それは失敗してきた過去や傷ついた過去が僕たちにあるからです。神様を信じて笑われなかった人なんていないでしょう。神様を信じて何一つ失わなかった人なんていないでしょう。神様のためだと思って、良いことだと思って、正しいことだと思って、一生懸命行動したり発言したりして失敗したこと、否定されたことがない人なんていないでしょう。僕たちは知ってるんです。神様のために働くということは、また否定され、笑われ、バカにされるかもしれないということ、神様に従うということはまた何かを失うかもしれないということ、神様に近づくということはあの傷やあの過去やあの罪と向き合わなければならないかもしれないということ、神様の召しに応えるということはあの傷をもう一度背負わなければならないかもしれないということ。それなのに神様はなぜモーセに声をかけたんでしょう。なぜ人を選び人に託すんでしょう。あなたを召すんでしょうか。それは神様は計画を成し遂げるためにあなたの手を使うと決めたからです。あなたの足やあなたの声、あなたに預けた賜物を用いると決めたからです。神様が自分で組んだコンピュータープログラムが自分で走って成り立つようにではなく、あなたと一緒に担って、あなたと一緒に歩いて、一緒に笑って、一緒に生きるために神様の計画を自分ごととして引き受けてくれるということをあなたに願っているからです。苦労がないわけではありません。モーセもその後もやっぱりたくさん苦労したわけです。
イスラエル人はやっぱりモーセを否定するし、何度も裏切るし、殺されそうになったことも何度もありました。エジプトを出て住むことになったイスラエル人の約束の地にモーセは結局入ることができませんでした。険しい道の連続でした。でもモーセは不幸だったでしょうか。神様の計画を自分ごととして受け止め、神様に最も近く生きた人生は不幸だったでしょうか。自分にはできないと言ってミディアンに引きこもっていたら、決して見ることのなかったたくさんの奇跡や神様の力を死ぬまで見続けたモーセの目は不幸だったでしょうか。あの日立ち上がらなければいつも休んでいられたモーセの足は、雲の柱、火の柱を見続けながら割れた海を、荒野をさまよい歩いたモーセの足は不幸だったでしょうか。羊や我が子を抱いて静かに暮らす代わりに、神の言葉を抱いたモーセの手は不幸だったでしょうか。忘れたふりをしたままだったら、感謝や栄光に変えられることのなかったモーセの過去の傷は不幸だったでしょうか。モーセ、モーセという語りかけに答えたあの日のことを、召しに答え神様の計画を自分ごととして受け止め一歩踏み出したあの日のことを、一度でもモーセは後悔したでしょうか。一度でも神様がモーセを裏切ったことがあったでしょうか。神様に近づいたときに僕たちは経験するんです。取り柄も自信もない私がこんなに神様に用いられるんだということ、癒えない傷が、乗り越えられない痛みが癒されるんだということ、過去が未来に変わるんだということ、神様と共に歩む人生がこんなに力強く愛と喜びであふれているということを経験するんです。もし今神様の召しを聞きながら、声を聞きながら恐れている人がいるのなら、私には無理です、それはもっと信仰のある人、才能豊かな選ばれた人、時間のある人がやれば良いことです、もっと若い人に、もっと大人の人に、もっと別の人にやらせてくださいと他人事にしたいと思っている人がいるのなら、過去の痛みや傷を手放すことができず神様の腕に飛び込むことができない人がいるのなら、今日一歩踏み出してください。神様の計画を自分事として受け止めて立ち上がってください。召しに応えてください。神様は必ず今よりも力強くあなたを受け止めてくれます。出エジプト記は、聖書は僕たちがモーセは特別だったと知るために書かれたんじゃありません。神様はモーセと同じようにあなたのことを呼び、神様はモーセと同じようにあなたにしてくださるということをあなたが知るために、あなたへの約束として書かれています。皆さんの飯は何ですか。皆さんが今決断しなければならないことは何ですか。皆さんが一歩踏み出さなければならないことは何ですか。皆さんが従わなければならない道は何ですか。今日から今から神様の飯を自分ごととして生きる人生を一緒に送りましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、たくさんの不安や不足や傷がある私たちに、あなたがすでに計画を持っていてくださること、私たちを招いて召してくださることを感謝します。どうか今いるところから一歩踏み出して、あなたの計画に従って生きる人生、あなたの願いを自分のこととして受け取る人生を送ることができるように私たちを押し出してください。私たちの目を恐れや自分自身にではなく、あなたに向けさせてください。私たちの足を過去や自分の願いにではなく、あなたの方に進ませてください。お祈りの途中ですが、いくつか質問をします。あ、そうですと応答したい人はいくつでも手を挙げてください。大きく手を挙げてもいいです。心の中で手を挙げてもいいです。誰も見ません。あなたと神様との関係として
応答してください。神様、私はあなたのことがよく分かりません。きちんと信じているかどうかも分かりません。でも、もっとあなたのことを知りたい。できるなら信じないものにではなく信じるものになりたい。そう願う人は手を挙げてください。神様、私は自分の人生を自分の力や自分のプランで生きようと思っていました。でも、あなたが私の人生に計画を持っているなら、それに従って歩みます。あなたが私に何を求めているのか、私は何を自分ごとにすればよいのかわからないので教えてください。そう願う人は手を挙げてください。神様、私はあなたの声を聞いてきました。しなければならないこと、あなたが願っていることに気がついていました。でも、言い訳をしていました。拒否していました。他のことがしたい、他の人がやればいい、他人事にしていました。でも、今日からあなたの声に従います。あなたの計画を自分事にします。だから導いてください、助けてください。そう願う人は手を挙げてください。神様、私はあなたの声を聞き、それに従って歩んできました。あなたの召しに応えて生きてきました。どうか今日、今まで以上に力強く、今まで以上にあなたに従って生きることができるように、さらにさらに力を与えてください。さらにさらにあなたにだけに頼る弱さをください。さらにさらにあなたに近い場所に引き寄せてください。そう願う人は手を挙げてください。神様、祈られた一つ一つの祈り、あなたに応えた一つ一つの手を、あなたが支え祝福し、力強く掴み取って身腕に抱いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。